皆さんこんにちは2023年卓研士合格の取説基本テキストプロモーション、えー、開始したいと思います担当はレクセエニンこそスの友継ですどうぞよろしくお願いしますさて今回はですねこちらの2023年版一から身につく卓研士合格の取説という本について ご説明させていただきたいと思いますさあこのテキストなんですけどもまあ、どんなテキストなんですかっていうお話ですねまずはそちらの方からあーお話をしていきたいわけなんですけれどもはいこちらですねテキストの端書きの方を見ていただきたいと思いますはいはじめにという風うにありますね さあ、こちらですね。はい。えー、2023年版、宅建士合格の取説基本テキストを手に取っていただき、ありがとうございます。まあ、とりあえず今回はね、はい。このプロモーション動画見ていただきまして、ありがとうございます。ということで。さあ、この本はですね、まあ、手っ取るべき言えば、宅地建物取引士、まあ、宅建士ですね。これの試験合格に向けて、初めて学習をするよっていう方、特に法律の勉強をしたことがないっていう方がですね、まあ、本当にゼロから、 基本から勉強できるようにという感じで作ったテキストということになっていきます。でですね。まあ、あの世の中いろんなテキストがありますで、その中でですね。じゃあ、このね合格の取説、どんな特徴があるんですか？というところなんですけれども。さあその前にですね。こちらでございます。はい。 宅建士試験の受験を決意した皆様いろんな試験対策もお前にどの本で勉強すれば合格できるのかと思い悩んでいるのではないでしょうかということでじゃあねもう初めて学習するという方がですねどういう思いでいるのかっていうところをまずは調査してみましたはいまあやっぱり初めて学習する方っていうのはねこんな感じのね思いを抱いているのではないかということでまずは A ですね 法律の文書、まあいわゆる条文ですね。あれって全部覚えないと合格できないんですかね。法律の試験っていうふうに言うとですね、やっぱりそういうふうに考えてしまう方っていうのは結構いらっしゃるわけですよね。まあもちろんこう考えていらっしゃる方もいるでしょう。それからですね、初めて法律を勉強するから、ね、まあ文字だけでバーッと書かれるとなんだかよくわかんないんだよね。だからイラストとか図表とか、やっぱり増やしてほしいんですよね、というニーズも結構ございます。それからですね、 パッとと見てて覚えればいいいポイントをもっと分かりやすくしてほしほ、まあ、こういう意見もやっぱり結構あるわけですよね。まあ結局ね、えー、なんかいろいろ回でてありますけど、何を覚えればいいんですかと。ね。何を覚えれば点数につながるんですか。そこをちゃんと明示してくださいよというような思いを抱いてういらっしゃる方も結構いると思います。それからですね、本当にこんな細かい部分まで勉強しないと合格できないんですか。ね。こういうふうに思う方も結構いらっしゃいます。まあ特にですね、 やっぱりまあ問題とか見てみて細かい知識を聞いてくる問題とか見てみるとこれも。 やんないと合格できないんですかみたいな感じで思ってしまう方は結構いるんですけども実はですねまあそうではないんですよねまあ最初からやっぱり試験も満点取らせたくないっていうところはやっぱりありますので、えー、本当に細かいところを聞いてくる問題も実はあることあります、えー、ですけれどもじゃあその問題にまで答えられないと合格できないのかって言ったらそうでもないわけですよねただじゃあどれは答えなければいけない問題でどれはまあね、えー、まあスルーしてもいい問題なのかっていうところが、まあ、なかなかわからないと えー、いう思いを抱いてらっしゃる方もいると思います。で、他にもですね、まあ、あのテキスト、重くて持ち運びしにくいですっていうね、えー、結構ね、分厚い本になりますので、えー、重いよ、持ち運びにくいよっていうふうに、まあ、思ってらっしゃる方も多いと思いますので、これをですね、なんとかしようというふうに、まあ、最初コンセプトで作り上げたものでございますで。具体的にどういうものにしたのかっていうことですね。はい。 さ、えー、まずは A、えー、何でしたっけそう法律の文章条文全部覚えないと合格できないのかなっていうふうに思ってらっしゃる方もいるということで、はい、初めて勉強する場合はもう条文から入るよりももう分かりやすい文章から入った方がイメージつかみやすいじゃないですかですのでまあやっぱりこういうねちょっと噛み砕いた表現にしようというふうに、えー、まずはこの編集の段階でですね、えー、作戦の段階で、まあ、一番気をつけた部分でございますそれからですね やっぱ初めて、えー、ね、法律勉強するから、イラストとか図表もっと増やしてほしいよっていう意見ありましたね。ということで、まあこのテキストは本当に初めて学習された方向けです。イラストなんかを対応して読みやすさを優先しますと。ただし、まあ法律はあくまで文章なんで、まあ図だけでは意味がぼやけてしまって、まあかえって理解しにくいってところもあります。じゃあ図だけ乗っけとけばいいんでしょうって言って、ね、図だけ乗せてると、この図は何なんですかってなってしまう可能性があるわけですよね。なので、 はい。理解すすべき部分はししっかり説明していますなので図だけ載せてはいボーンって終わりっていうことではなくてじゃあどう理解していけばいいのかっていうところをしっかりとね、えー、説明していくこともやっぱり必要だなというふうに思いましたと。でそれから C です。はい。えー、こちらパッと見て覚えればいいポイントをもっと分かりやすくしてほしいというニーズに対してはですねまあフルカラーの特徴を生かして。 暗記してほしいところを分かりやすくしましたということで。まあこのテキストね、まあこれ、えー、実際テキストの端書きなんですけども、まあ見てわかる通り結構色とか使ってるんですね。えー、まあ後でね、中身の方もお見せしますけれども、はい。まあこういう,うね、えー、カラー版っていうものはやっぱりね、えー、そういう意味ではもう色付きになりますのでメリハリつきますので、まあここを大事ですよっていうところをちゃんとね、赤い文字にしていたりしております。はい。そして、ね。 本当にこんな細かい部分まで勉強しないと合格できないんですかね、えー。やっぱりこう思う方いらっしゃると思います。ですので、まあ、重要度が低く試験であまり問われない場所はもう思い切ってカットしました。はい。合格に必要な内容のみに絞り込みましたということでですね。まあ、逆に言えば本当に、 もう、えー、これはしっかり覚えてください。これはちゃんと理解してください。そういうものをしっかりとですね、えー、入れたのであの、よく言われるんですけども、先生あの、ここのテキストの中で捨ててもいい場所ってどこですかありません、はいえー。捨ててもいい場所は最初からもうテキストを作る段階でこちらでもう切り捨ててますので、はい、逆に言えばこのテキストに載ってるところはやっぱり全て大事なところなんでしっかり押さえてほしいと、えー、いうことになります。そして 次ですね。重くて持ち運びしにくいというご意見もございますので、そう、こちらです。分野ごとに取り外して持ち運びできるようにしました。はい。まあ、こんなようなね、特徴をですね、えー、詰め込んだテキストということになっていきます。で、えーまあ 具体的にね、見ていただいた方が早いと思いますので、まずはもう最初のところを見ていただきましょう。こんな感じのテキストですよ、というところで。まあ最初はね、えー、権利関係というところからスタートしまして、それの最初、第1コースというふうにありますけども、意思表示。まあ勉強はここからスタートしていきましょう、ということで、契約の成立というところですね。はい。まあテキストの最初のところでございます。2ページ目。どんな感じなんでしょうか。はい。えー、テキストはこんな感じの見た目になっております、ということでね。 はい、もうフルカラーって感じですね、はい、でフルカラーって感じなんですけれどもまあ何て言うんですかねあのテキスト自体が今これ「権利関係」という、えー、ページを見ていただいてるんですけどもこの「権利関係」の部分に関しては、まあ、赤の、ねえー、ものをベースに、えー、赤い色をベースに、まあ、こうやって、えー、テキストを作っているという感じでございます。 はいで「宅建業法」ね2分冊目に「宅建業法」ってのがあるんですけどもそうすると今度はえ緑色ベースのねはい、えー、カラーになってきますまあ卓研行法の一番最初はこんな感じですねはい、えー、宅建業の意味みたいな感じになっていますで第3分冊の方に行きますと今度は法令上の制限というものになっていって第3編法令上の制限今度はオレンジ色ですね はい、えー、こちらをベースにしたあー、ね、色になっておりますという感じですね。はい、こんな感じになってますね。はい、えー、そして、ね、第4編「税、えー、その他」に関しては紫色ですね。 えー、紫色をベーススににしたあテキストになっておりますこんな感じですね。はい、さあ、えー、こんな感じでね税、えー、の基礎知識みたいな感じで、えー、ありますということになります。でこういう感じでフルカラーで、えーね、学習できますので、まあ、なんて言うんですかねなんかこう白黒の無味感想という感じではないと、えー、いうことになるわけです。ただ同時にフルカラーってちょっとデメリットもあるんですよね。 それは何かというと、まあ、フルカラーのデメリットですね目がチカチカするっていうところがあるわけですよ。なので、あまりなんかこう、フルカラーだからってことで、バーっといろんな色を使って、チカ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 するような、ええー、ね、目がなんかね、ええ、わーみたいな感じにはならないように気をつけております。 はい、えー、やっぱりねあのフルカラーだーっていうふうになってもうカラーをふんだんにもう使いまくると今度は逆にですねあの目が疲れちゃうんですよね。えー、ということになりますのでそれがないように、まあ、あくまでそのベースの色っていうものはあって、まあ、アクセントにちょっとね違う色もちょこっと入れているよっていう感じにしてありますので、まあ、あのフルカラー特有の,あの目が疲れるっていうことは、まあえー、あまりないようにしてあります。 はいでですねまあこちら、えー、もう本当に権利関係の一番最初よし宅権試験勉強するぞっていうふうに思ってね最初のページをめくるとここが出てきます契約の成立はいねまあこれからですね契約っていうものについて学んでいきますとじゃあ契約って何なんですかと はい。契約っていうのは一言で言えば約束のことですと。コンビニでジュース買うのも売買契約っていう契約ですと。で、こういう,う、ねえー、契約をしました。ね、例えば、トリチをね、A さんが売りたいなっていうふうに思って売りますと言いました。B さんがその土地を買いたいと思って買いますというふうに言いました。こうしたら売買契約って成立するんですよというところを、まあ、まずそういうところからですね、えー、しっかり一歩一歩学習できるようにしてあります。そして、 まあ、単元の終わりにはね、ちょこっとトレーニングという形で、まあ、過去問をちょろっと入れてあります。えー、ですので、ここでね、えー、あ、こんな感じで問題出るのかっていうイメージをつかんでいただければ、まあ、えー、ね、あ、これ、こういうふうに学習していけばいいんだっていうことが分かってくると思います。でですね、あの、実はですね、こちら、ね、この卓ッ士合格の取説にはですね、まあ、あの、姉妹本っていうんですかね、えー、この基本テキストの他にですね、 はいあの別のこの一問一答集といいうものものておりますですので、まあ、この一問一答集みたいなものをセットで、えー、ね揃えていただければじゃあこの基本テキストでまずはある程度こう内容をつかみ取ってそしてえー、ね細かいところをじゃあその一問一答の方を使ってはい ね知識を定着させていこうっていう。そういうリンクした勉強というものができます。やはりですね。あの、こういうねテキストで勉強するときには必ず問題と一緒に見てもらいたいんですね。で、それは何でかって言ったらばまあ理解はできるんですけども。じゃあこの理解の中でどうやればそのね。点数。 が取れるのかっていうところはやっぱり実際の問題というものがないとやっぱり難しいっていことになってくるわけですでその問題集というものがやっぱりまあねテキストとリンクしているっていうところが本当に大事になってきますのでまあ、やっぱりねテキストのここを勉強したらね、えー、その問題集のここができるよっていう章立てが一緒っていうところに関してもね、えー、やっぱり えー、強いと思いますので、まあ、そういう意味でね、えー、一問一答集なんかとセットで、えー、使っていただけるとさらに、えー、効果倍増という形で、えーねまあ、このテキスト、はい、皆さんもう本当に「宅研試験勉強したことがない何から勉強していいかわからないでもまあ自分勉強苦手だから最後までこういうの読み通せるか不安なんです」っていう方結構いらっしゃると思います。ね、そそののの方にこそおすすめテテキキスストト、はい、合格の取説基本テキスト ね、えー、こちらの本を主唱しましてぜひですねはい2023年卓研試験 必ず合格できるように頑張ってね、最高のスタートをこちらの本で切っていただければというふうに思います。それではですね、えー、短い時間ではございましたが、えー、こちら、タッケン合格の取説基本テキストの、えー、プロモーション動画となります。以上となります。えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。えー、こちらのね、取説の本の方もよろしくお願いします。それでは皆さん、お疲れ様でした。